アイルハブ・アナザーとは、アメリカ合衆国生産、調教の競争馬である。2012年のケンタッキーダービー、プリークネス・ステークスに優勝した。2歳児は、ホープフル・ステークスに出走するも6着と大敗。しかし、年明け初戦の G2 ・ロバート、ビールイス・ステークスで解消。続くサンター・ニタ・ダービーでは、全2頭を、僅差ながらねじ伏せて勝利し、 ケンタッキーダービー駒を進める。ダービー当日の人気はそれほど高くはなく、副兵という評価だった。レースは一番人気のボーディマイスターが花を奪い、後続を引っ張る展開となり、アイルハブ・アナザーはバグンの中に控える格好となる。そのままレースは進みボーディマイスターが、最後の直線で後続を突き放しにかかるが、徐々にポジションを押し上げたアイルハブ・アナザーが、 ゴール前でかわすとそのまま押し切り1と1、2番審査をつけて勝利した。続く、プリークネスステークスは2番人気に支持され、前走同様1番人気は、ボーディマイスターとなった。レースは逃げるボーディマイスターを終始マークする格好となり、最後の直線で後続を突き放そうとする、ボーディマイスターに並びかけると壮絶な叩き合いとなり、ゴール板て前でわずか首差だけかわして勝利し、 ビッグブラウン以来の2巻を達成した。米国競馬史上34年ぶり12頭目のクラシック3冠制覇を目指し、2012年6月9日のベルモントステークスに医療をかけて挑戦する予定だったが、6月7日に左前足に腫れが見つかり、一旦腫れは引いたものの、翌8日の調教後にも再び腫れが見つかり、超音波検査の結果、 左前足に警備が浅く賢炎を発症していたため、レース前日に出走を取り消し、そのまま引退した。そして引退から約2週間後の6月22日には、ビッグレッドファームに購入され、2013年から日本で種ボバとして供用されることが発表された。2014年に初年度産区が誕生、2016年に産区がデビュー。 2018年の種付けシーズンを最後にアメリカ合衆国に帰国することになった。ありがとうございます。